皆さんこんにちは。こんにちは。ビヨンド X プロジェクト事務局長の安西直樹です。第25回目のビヨンド X プロジェクト全体会議、これより始めたいと思います。まずはじめにビヨンド X プロジェクト代表の早川忠孝より皆様にご挨拶であります。よろしくお願いします。どうも明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ちょうど2年前ビヨンド X プロジェクトを始めました。25回目ということは毎月1回ずつ開催をしてようやくここまで来たということであります。時田さんという、まあ平成元年に亡くなられた方の遺産をもとに奨学基金を作り、そして、社会的に意義のある活動をしていく、人々の応援の活動をしようと、これが日本です。今日は新しいメンバーの方も集まっております。そしてまたこれからまた、今年1年こんなことをやりたい、あんなことをやりたいと思っている方々の熱気もなんとなく伝わってまいりました。若い方々がたくさん集まっておりますけれども、若い方々と合わせて心が若い、気持ちが若い方々も一緒に今日は来ていただきます。今日のビヨンド X プロジェクトの、まあ、方向性を決める大事な会議に大勢の皆さんにご出席いただきまして大変ありがとうございます。今年も頑張りましょう。よろしくお願いいたします。本日の、ビヨンド X プロジェクト全体会議も、多くの、ラインナップが並んでございます。では、2番の、ビヨンドを出版計画についてのお話をしたいと思います。皆様の、ファイルの中にございます、2枚目、こちらが、この、書籍計画についての発表の、詳細でございます。時田国奨学基金ビヨンド X プロジェクト、すでに1冊ビヨンド X プロジェクトとして本を出版しています。また、昨年は超越国境、こちらの書籍もビヨンド X プロジェクト大きな応援をいただいた形で2冊の本を世に出す形の実現が取れておりますけれども、その上ではビヨンド本としては第2弾、そして我々自身の手で作り出す本としては3冊目の本をいよいよ世に出す2014年となろうという形の計画がこのビヨンド本出版計画でございます。このビヨンド X プロジェクト、みんなで一緒に盛り上げよう、一緒に作り出していこうということを、始まった当初からのスローガンとして、みんなで共同する作業を中軸に置いてやってまいりましたけれども、今回の出版計画におきましても、みんなで、執筆を行っていこうという、機運が高まり、そして今現在原稿が続々と集まっている、段階でございます。はい、以上で出版計画についての報告を終わります。続きまして、ジョブ欲の未来、こちら、ますます今盛り上がってきておりますが、その報告につきまして、工藤さん、吉井君、そして大学生、今日来てくれている皆さんからの、ご報告をいただきたいと思います。はい、工藤さん、よろしいでしょうか。いつもお世話になっております、ソラボの工藤ですけれども、今安田さんからお話をいただいてますジョブ欲の未来、10月の末にソラボで一度大学生の方々をお集めして、ジョブ欲の未来というセッションを開きました。で、11月に立教をやりまして、12月の21日に、産業能力大学で、開催をしております。それからちょうど昨日ですけども、昨日1月14日ということで明治学院大学で開催されましたので、立教産業能力大学明治学院と簡単に、どんな形で開催したかというのを報告をさせていただきます。で、その今3つの大学で開催してますけども、次の開催が今3月に、15、16日比谷公園でハッピーデーという大きな国連が制定したハッピーデーのイベントがあるんですけども、そこにジョブ欲でコラボをします。で、日曜日の午後には今先生方を何名かお呼びしてジョブ欲と、ハッピーデーというコンセプトでトークショーを予定をしているのが3月のスケジュールです。よろしくお願いします。まず順番としては、立教大学が11月に行われましたので、立教大学、そして12月の産業能率大学で昨日行われた明治学院大学と、すごい簡単ではあるんですけども、どういったメンバーが集まってどういうことをテーマにしたのかということの発表だけさせていただきます。まず11月28日は、立教大学
で行わさせていただきました。でコアのメンバーは大学 2年生が中心になって運営を進めてくれました。で開催日時が、まあ、11月28日、時間が18時半から21時3半というような時間で行わせてもらって、大学生は、8大学ですね、8大学の学校から来てもらって25名で、大人の方々、まあ、メンターといって一緒に大学生と交流していろいろ喋っていただいて、大人の方が15名で計40名の方に参加してもらったイベントとなりました。でここでのテーマは自分の価値観を見つけようということで、今までの大学生だけのグループの話し合いだけではなくて、いろいろな大人の価値観を聞いて、あ、こういう選択肢があったんだなというような気づく場にしていけたらいいんじゃないのかなということで行わせていただいて、こちらの今回は、この時は、ブロガーの池田隼さんなんかにも来ていただいて、いろいろお話をいただきました。第2回のまだ正式日時では決まってないんですけれども、いろんな価値観をっていうほどのステップだったので、その次のステップになっていってくれるんじゃないのかなと思っています。これで立教大学の報告は終わります。次に3人に立ちます。では三人の日大学経営学部3年の渡辺と1年の佐々木です。よろしくお願いします。私たちは、昨年末の12月21日に、午後3時から6時まで産業の大学にて、努力の未来というセッションをさせていただきました。はい。このセッションで良かった点というのは、アウトプットっていうのを一人一人自分の意見をちゃんとみんなの前で言えたっていうことと、あとは同じ内容を一つのテーマについて1時間話せたので深く考えられたということがあります。でも悪かった点というか改善点というのは、議題が少し30歳の自分という曖昧な内容だったっていうのは指摘されました。次の産業の大学のジョブ欲は4月末ぐらいから5月くらいにちょっと仕掛けたいなという話し合いを進めています。以上で私たちの発表は終わります。ありがとうございました。明治学院大学の、学生有志団体リンクアップの中川と申します。4年の風早と申します。はい。明治学院大学でのジョブ欲について発表させていただきます。今回明学でのイベントテーマというのは、なんとなくの就活はもうやめるということですね。この狙いがありまして、学生が受け身でなく主体的な就職活動ができるように、このイベントで意識を変えるきっかけを作ろうというものです。でワークを通して学生に自己分析を行わせて、働くとは何かということを考えさせます。で大人メンターとの会話を通して、最終的に学生に新たな気づきを得させることが今回のイベントの目的でした。これからのまだ昨日なので反省点や今後の展望などちょっと話せてない部分があるので、それはこれからやっていきたいと思います。以上です。で一応こういうふうに、去年の10月から始まったものなんですけども、こうやって1月まで続けることができたので、でも本当は開催をするということではなくて、それから続けてどういうことをやっていくかとか、個人個人がそこからどういうような行動をしていくかってことが大切だと思うので、そこに向けて頑張っていけたらいいなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。やっぱりね、広がりを、ね、感じることができるっていうのは、ね、大変ありがたいことで、とりあえず三大学終わった。でそれから、まあ、6月までの間にも出したので、でこれを早くね、すべての大学に、ね、広げるということがやっぱり大事でしょうし、それから1回とかで、ね、2回、3回とすれば、ということと横のつながりを、ね、大事にするということで、まあ、本当にね、若い方々が、ね、自分で自分たちの未来を作っていくという、ね、その作業をされているというのは大変ありがたいし、ヨンデックスプロジェクトはまさにそのためになるようなものですね。頑張りましょう。では、続けてまいります。超越公共プロジェクトからの、提案と、各大会の報告という形を取らせていただきます。こちら、ビヨンドエクスプロジェクトの、応援をもちまして、昨年、大きく大会を開けましたけれども、本年はもう私自身も超越公共プロジェクトの、この主席としまして、妄想爆発でございます。ぜひとも、すでに超越公共プロジェクト関わってくださっている方はもちろんのこと、この後、ご参加させていただきたい、ご参加したい、やってみたい、加わってみたいという方ももちろん大歓迎でございます。
早川代表のお言葉にもございましたけれども、お気持ちが若ければどなたでもウェルカムであります。それが超越国境の取り組みでございますので、ぜひとも皆様一緒に超越国境プロジェクトを盛り上げていくことをお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。では、このプログラム上では6番、ホワイトボード上では5番にございます。産業本部からの、報告報告、こちらは平川さん、並びに皆様、産業本部の皆様からのお話をいただきたいと思います。皆さん、こんにちは。こんにちは。昨年からこのプロジェクトに半年間、参加しておりますが、今まで過去3年間個人として行ってきた活動を、このプロジェクトに参加してようやく団体として、活動する方向を去年の秋から、見出しまして、でいろいろ活動しております。その成果をまず一つずつ行っていきます。これから、今日の午後4時から第1回目の、産業本研究会を開催いたします。で、今までは概論といいますか、一般論が中心だったのは、これからは事例研究に入っていこうということでございます。で、今日その研究会に参加していただく、弁護士さん2名が、今日こちらのプロジェクトにもご参加いただけるということですので、ご紹介させていただきます。弁護士の田村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平川さんは産業本部という分野を開拓されまして、その機関の産業本部という、本を出版されているので、それを見て私が感動いたしまして、もう一人だけでポツポツとこれだけいろいろ調べて出版できるんだなと本当に感心しておりました。ですからこれをもっと大きく広げ、もっと内容を充実させるお手伝いができたらというふうに思っていましたので、今回参加させていただきました。よろしくどうぞ。まず原発の中本先生をご紹介いたします。中本先生、私は今日こういうことになるとは思わずいたんですが、非常にこういう素晴らしい組織が日本にあるんだなと感激しました。両熱君の評議員のメンバーの千葉慎吾です。昨年ですね、平川さんの産業本部 のスタートアップの展開をさせていただいたり、自分自身で立候補させていただきました。ちょうどお伝えしたいことが3点ほどあります。今日の16時から第1回目の、産業本研究会を開催しますので、ちょうどこの場所でよろしいですよね。でこの場所で、フリーセッション公式として、開催させていただきますので、ぜひお時間ある方は特に大学生の方とか出席可能でしたら出席していただけたらなと思っています。また、もう一個、重要なことなんですけれども、早川先生が今日昨年から LINE 株式会社 LINE で、メールマガジンを発行しております。その中に早川先生、週1でですね、月曜日ですよね、産業法務を平川さんのさまざまな事項をメールマガジンで掲載しておりますので、そちらもぜひいつも購読をしていただきたいというのが私からの願いです。そうしましたらさらにその産業法務研究会の方がスピードアップして広がっていくのじゃないかなというふうに私は印象を持っています。私からは以上です。すいません。どうもありがとうございます。はい、では、もう、先ほどに入ってまいります。実はですね、これまた私事に恐縮なのですが、私事だって私事ではないということなので、ぜひともご紹介させていただきたいんですが、岩手県の遠野市の教育委員会からなぜだか私に講演の依頼が入ったんですね。はい、これは皆様にぜひとも、もう週末ですのでご報告させていただきたいと思いまして発表します。もうこれとても嬉しい出来事でしたので、私いただいた書類をそのまま皆様にお見読みいただきたいと思います。そのままファイリングしてしまいました。その意味で、今回の、私の発表は、この1月18日の前に皆様の前に行ってまいりますという気持ちで、発表していきたいと思いますので、皆様、できれば見守ってくだされば嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は早川代表のご盟友のお一人であります。皆様方こんにちは。嬉しいご参加といいますかね、あの10人ぐらいお集まりかなと予想して、このタイム資料をね、10秒来たんですけど、全然足りないですね。いや、素晴らしいです。私、あの結成式の時になんか参加させていただいたんですね、はい、で、あの時のイメージがあったものですから、もう全然違いますね。この迫力、エネルギー、本当に素晴らしいと思います。あのテイクアワードという映画を皆さんご覧になったことありますか。で、たまたまあのこの世の中を良くするなのか方をみんなで考えようよと、まあ、こういう提案をするんです。主人公がね、なんていうんですかね、いるんですが、この主人公がすごく面白いあの、トレバー君ですね、提案するんです。ペイフォワードですね。ペイバックというのは、やっていただいたらやっていただいた方にお礼をするというのがペイバックですね。ペイフォワードというのは、やっていただいたらその人には返さない、そこで自己完結で終わらさないで他の人にお礼をするんです。で、それをですね、やりましょう。これをやったら確実に社会が良くなるんだっていう。このペイフォワードというシステムは本当に素晴らしいなということなんです。じゃあやってみようと。で、これがね、どんな形なのかわからないんですが、形にしてやってみて、うまくいったらこれ、ちょっと面白いんじゃないかと。非常にね、子供っぽいあの発想なんですが、これを皆様方にご提案をして、それで、もし何か、まあ、ご参考いただいたら、一緒にやっていただけたら面白いかなというふうに思うんですね。ちょっと面白いね、やってみようというようなことが、そのお気持ちの方いらっしゃっていましたら、ぜひ私にお声かけいただけると、どうやってやったらいいかちょっとまだね、あの固まってないんです。ただ固まってないから、固まってから発表しようっていうと、なかなかね、もうね、もう年も年ですね。なんかいいアイデアありましたら、ぜひ私のにお申し出いただきたいというふうに思います。大体以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まさに今日は農家の方が来ております。あ、それはいいですね。はい、私も手話になってます。トミタローさんです。はい、なんだかわからない人を呼んで、紹介の時間まで作っていただいて、どうもありがとうございます。今紹介された通り、千葉で農家をやっておりますひとみ太郎と申します。前職は機械のエンジニアでした。農家であるんですけども、社会的な欠点だとか福祉みたいなものっていうのを常に意識しながら活動していますので、まあ、これからちょっと関わらせていただいて、何がしかアイデアがあれば発表して相談して、面白いことに結びつけていけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そして本日の5人目の弁護士でありますね、山中先生が本日来てくださっておりますので、山中先生からも一言お願いしたいと思います。で弁護士やってます山中と申します。まあ、大先輩たちがたくさんいてちょっと緊張するんですけれども、ただこの集まり自体がビヨンド X は初めてかもしれないですけれども、去年の、日中友好東北応援ツアーから、その日中の未来を考える会の方にはもう何回も参加させていただいてます。まあ、先ほどおっしゃった新年会にも参加させていただいているので、そういう点ではちょっと馴染みのある集まりではありますと。だから今更新人という感じがしなくもないんですけれども、ちょっと本当に、まあ、貢献できればいいなと思ってますので、まあ、いろいろとよろしくお願いします。どうもありがとうございます。今ご説明に扱いますビヨンドと申します。今アルバイトをやってるんですけど、元は金融の仕事をやってたんです。まあ、震災があって自分で何かしないといけないなと思いまして、はい、まあ去年作った基盤をもとに今年から、まあ、本格的に自分の中で活動していこうと一人の力では、まあ、全然何もできないんですけど、皆さんの力添えをいただいて、まあ、なんていうか、本当に面白いことやっていきたいなと思ってますので、なるほど、本当に、はい。はい、人生一回しかないので、これからもよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。皆さん、初めての方も、今までお会いした方もよろしくお願いします。今年は、少し人に助けてもらうだけじゃなくて、皆と力を合わせて頑張っていきたいなと思っておりまして、
まだ具体的に何ができるかとはわからないのですけれど、どうぞ皆さんのご上限よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本年 の、 締めくくりはやはりビヨンド X プロジェクトを見守ってきた本体の内藤さんからも、はい、一言いただいて、ね、25回目の会議の締めとしたいのですが、内藤さんよろしいでしょうか。はい、ご紹介いただきました内藤和夫です。まあやっぱり、年底にあたり今年こそは我が人生に悔いなし、これの生活を心がけよう、そんなふうに思いました。本当にね、素晴らしい仲間に恵まれたなと思います。はい、では参りましょう。はい、ビヨンド X プロジェクト2014年も突っ走って参りましょう。せーの、やるぞ。